こんにちは、マーブです。今回のラウンド動画は信州吉野電機株式会社様にカンザシティとシンシナティをご提供いただきました。ありがとうございます。カンザシティは女性ゴルファーにぴったりで、ロングティーもショートティーもこのようにカンザシのように髪の毛に刺してプレーすることができます。なんと土にも変えるエコのティーなんです。とっても可愛いのでお気に入りです。シンシナティはロングティーにもグリーンフォークにもなるティーです。1本2役になるのでポケットの中でかさばる心配がありません。オリジナルパッケージやティーに印刷もできるので、コンペなどの記念品やプレゼントにとってもおすすめだと思いました。概要欄に貼っておきますので、詳しくは信州吉野電機さんのインスタグラムをご覧ください。本当に今回はご提供ありがとうございます。では今回も楽しくラウンド回ってきます。さあカラーからワンパット2回イケポチャを取りにした女すごくない？まあ、さっきボギー、うん、取り、やばいよ。頑張って、ここボギーぐらいで上がりたいね。池見ると池に入っちゃう魔法にかけられてるからね、ちょっと厳しいんだよ池。みんな絶対そういう人絶対いると思う。池見たら池に入っちゃうんですよって人いない？いや私そうなんだけど。じゃあ募集します。コメント募集池見たら池に入っちゃう人募集します。池の呪いっていうグループ作りましょう。だから池にいると結構怖くなっちゃうんだよね。にしてもいい天気ですね。見て空、もう青に白って感じよ。ねえ。やっぱこの田舎に来ると、本当になんか自然が綺麗だね。120ヤード。違うよ。それじゃないよ。帰ってきて。はい、120ヤード、7番アイアン。ちょっとまっすぐ向いてね。はい。思いっきり右向いてます。はい。池だね。今日は池ポチャです。あやさん、ちょっと大きかったな。大きかった。あ、オッケーオッケー。うまい。それうまいね。オッケーオッケー。ナイス。あ、強いんだね。はい、入れちゃってください。これ入れて。おやす。やばい。今がパー3、6、取り。こっからちょっと覚醒していかないとね。ね。まあさっきのやつ覚醒だったんだけどね。ワンパット、うん、すごくなかったかい？すごかったでしょ、うん、ちょっとでも今日右左に行っちゃうね。でも楽しいからいいや。まあね、そりゃね、早くね100切りしたいけどまだ無理だから楽しんじゃう。楽しんじゃってください。楽しんじゃう、イエーイ。もう気持ち左かな。左
左足のかかとの線上だよ。そうそうそう。そしたら手伸ばして。おー、ナイスショー。バンカー越えろ。バンカーだけがする。どうだろう、手前かバンカーか。まあまあ、でも安定してきたね。はい。真摯なティー。あ、いいよ。お、いいかも。あー、バンカーギリ入らなかった。セーフ。オッケー。もう一回。これで本当合ってる合ってる合ってる。もう土から。後ろ体重になっちゃダメ。これで合ってるの？合ってるって。うん、それじゃあもっと真ん中で立たないと。お姉さんと。OK。うん。うん、オッケーオッケー。いい感じ。ナイスタッチ。左カップ縁ぐらいか。ここの距離感ね。左カップ縁だよ。距離感。オッケー。前半ラスト遊んでる。前半ラストです。記録はやばいけど頑張ろう。頑張ってください、うん、でもちょこちょこほんとちょこちょこいいやつあるから。前よりパターがちょっとだけ上手くなった気がする。ちょっとだけ、でもバンカーがやばい、まあ、バンカー難しいからね、しょうがない。そう、初打ちした。なんかこういうやつ方向だけちゃんとね、うん、思いっきりさ、いけないやってるよ。ちょっと左向きすぎ。いいよ。おなしょ。イエーイ。ドライバーナイスショットでした。マブさん。最高ショット。最高ショット。後ろの人いいね。ナイスショット。嬉しいね。嬉しい。もうグリーンに乗せちゃうよ。乗せちゃう。また池に吸い込まれるんじゃないの。そうそうそう。それある。こう池を上げようとして、こう体起きちゃうからトップしちゃって入っちゃうから、頑張ってボールにしっかりね。はい。もう見ない池は。そうそうそう。もうちょっとね、脱力。脱力タイム。そうそう。力入れすぎちゃダメです。じゃあ頑張ってください。行っていい？いいよ。まあ行けじゃね。越えろ。行けです。さあ4打目。それ弱い。もっと短く持った方がいい。オッケーオッケー、上出来です。どうぞ。おう、いいタッチ、惜しい。オッケー、ダボ。あとは上出来。